この人に裏切られたら一番辛くない？順平。あれそれは嬉しいです。だってじゃあいやいや兄弟に裏切られたらもう終わりやん。終わりだね。てか兄弟を裏切った方が終わり、うん、どちらかというと裏切られた方より。順平は切ることができないから、そう一生ね、そう一生、まあ、守りつくわけじゃん家族って。それがきついかも。親とか確かにな。家族に裏切られるのが一番きつい。そうね。だから結婚の挨拶とかもさ、うん、一緒にいなきゃ変じゃん、うん、だから裏切ったのに同席とか、そうそうそうってことでしょ、うん、てか俺家族仲悪いなら嫌じゃない、うん、しんどいわ家族仲悪い。